皆さんこんにちは、賃貸まさきの中島です。本日私は、京都府総楽郡青果町光台にございます 2LDK の賃貸アパートフラッグスタッフハイツという物件にやってまいりました。まずはこちらリビングスペースなんですが、テレビ、テーブルなどを置いていただいて、ご家族一家団らんのスペースとしてもご利用いただけます。お部屋にはですね、このように収納スペースもしっかりとございますので、衣類やその他、家具、家電などの収納にも困らない、そんな広さがございますので、ご安心ください。また、奥にはですね、キッチンスペースがございまして、このようにシンク、調理スペース、ガスコンロが置けるオープンキッチンタイプのキッチンスペースがございます。上のスペースや、そして下のスペースにも収納スペースがございますので、キッチン用品もしっかりと収納していただけますし、この部屋、1階の部屋ということで、こちら、床下収納などもございます。冷蔵庫などはこのスペースに置いていただくことができますので、キッチン、お料理の動線などもしっかりと確保できますし、お手元で操作がしやすいようにこちらリモコンキュートもございますので、ぜひともご利用ください。キッチンスペースの奥には洗面スペースもございます。独立の洗面台、そしてこちらに室内洗濯機置き場もございます。奥に進んでいただきますと、このようにゆったりと入っていただけるお風呂もございますので、一日の疲れをしっかりと癒していただけます。またこちらの扉を開けますと、お手洗いとなっております。またその他にもですね、このようにモニター付きのインターホンがございますので、お部屋の中にいながら外の様子もよくわかるので、セキュリティ面も安心です。そしてこちらに玄関スペースがございます。玄関スペースには下駄箱もございますので、ぜひご利用ください。そして奥に進んでいただきますと、洋室のスペースとなっております。こちら南側に置くお部屋がございますので、南から暖かい日差しが入ってくる、そんなお部屋となっております。また窓を開けていただきますと、バルコニースペースもしっかりとございますので、こちらにですね、こちらでですね、お洗濯物もしっかりと干していただきます。そして最後は寝室としても使っていただける和室のスペースがございます。こちら和室の部屋にはですね、このように、押し入れタイプの収納スペースがしっかりとございますので、お布団や衣類の収納にも困りません。またこちらのお部屋からもですね、先ほどのバルコニースペースに出ていただくことができますし、お部屋にはですね、各スペースのための雨戸もございますので、夜眠る際やお出かけの際などは閉めていただければ防犯面もアップいたしますよ。いかがでしたか。これだけ使い方に 2LDK の賃貸アパート、気になるのはやはり賃貸条件ですよね。気になる賃貸条件は弊社ホームページをご参照ください。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸のまさきのスタッフは皆様のお部屋探しを全力でサポートいたします。ご視聴ありがとうございました。